高梨林は日本の女優、ファッションモデルタレント。旧芸名は高梨真理。千葉県船橋市出身、スターダストプロモーション所属。夫はプロサッカー選手の牧野智明。原宿でスカウトされ芸能界入り。2005年アイドル道、世界征服計画ファイナルのオーディションに参加、グランプリを獲得。同年末、 アイドルグループピンクジャムプリンセスの結成に参加。しかし CD を1枚リリースした以外の目立った活動はなく、ピンクジャムプリンセスハワスが1年足らずで解散。2007年6月、1-2-3より JTB エンタテインメントへ移籍。契約タレント第1号として JTB の旅行冊子の表紙モデルなどを務める。 2008年4月から2009年3月まで、目覚ましテレビない、もっといまどき。に、今どき娘として出演。2008年12月、映画、ゴスにヒロイン、森の夜役で出演。2009年2月から2010年2月まで、特撮ドラマ、サムライ戦隊真剣ンンジャーに、白石真子、真剣ピンク役で出演。2012年、 イランの巨匠アッバスキアロスタミ監督作で日本を舞台にした映画ライクサムワン・イ、like、ン・ラブに主演した。この作品は第65回カンヌ国際映画祭コンペティション部門へ出品され、高梨も監督や奥野ただし、カセと共に映画祭に出席した。同作により第27回高崎映画祭最優秀新人女優賞を受賞した。 2013年4月期の放課後グルーブで連続ドラマに初主演。2014年の NHK 連続テレビ小説、花子とンで吉高由里子演じるヒロインの友人、大吾彩子役を講演し、注目を集める。2017年は2月にファッション雑誌、アンドガール3月号より同志レギュラーモデルに加わり、4月期の連続ドラマ、恋が下手でも生きてますで主演。 7月期の連続ドラマ、愛の結婚相談所でヒロイン役を演じるなどの活躍を見せ、日系トレンディ氏が選ぶ2017年のヒットビトに竹内龍馬、宮園と共に選出される。2018年の西郷んで NHK 大河ドラマ初出演。私生活では2016年6月に共通の知人を交えた食事会にて知り合った。 浦原ツ所属のプロサッカー選手、牧野智明と約1年8ヶ月交際。2017年12月17日にプロポーズを受け、2018年1月20日に結婚予定との報道を受けて、双方の所属事務所を通じて、自身のインスタグラムで正式に発表、同年2月9日に婚姻届を提出し、結婚。十二月十六日、東京。 千葉公園のザ・プリンス・パーク・タワー東京で挙式、披露宴を行った。CM スチールハット AB、高梨林、吉高由里子とのクリスマスの思い出、誰も来なくて凍えた。マイナビニュース。 https://news.mynavi.jp スラッシュアーティクルスラッシュ2 0 1 6 1 1 0 2 w a 4 7 7スラッシュ2018年1月20日閲覧。JTB 芸能参入のなぜ、エヴァあの人らと契約。ザックザック2013年7月17日閲覧。死体愛好の趣味を持つ。 女子高生を怪しく演じた高梨林に独占インタビュー。シネマトゥゲー。2014年11月24日閲覧。真剣ピンク。高梨林。一足は約21歳のバースデー。今年はピンク一色でした。オーコンニュース。2021年5月20日閲覧。今年のカンヌ注目作は、キアロスタミ高梨林。コンペ部門出品決定。 2012年4月23日、シネマトゥデイ2012年4月24日参照。岡崎ただし、キアロスタミ監督が国境を越えて映画を成功させる秘訣を語る。加瀬亮は撮影の合間を塗って、カンヌに参加。2012年5月22日、ハリウッドチャンネル。2012年5月22日、参照。 第27回高崎映画祭確証発表。高崎新聞。http://www.takasakiweb.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュ2012スラッシュ12スラッシュ2001ドット html2016 年9月6日閲覧 ?abc カンヌ映画祭からレンドラ初主演へ。 新ドラマ、放課後グルーブ主演女優の原点とは高梨凛インタビューナンバーワン。テレビドガッチ。2016年3月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年5月3日閲覧、花子とン、高梨凛、ヒロインの同級生を講演。役への愛が深まりました。 オーコンニュース、https コロンスラッシュスラッシュ www.oricon.co.jp スラッシュニューススラッシュ2037044スラッシュフルスラッシュ2018年1月20日閲覧。高梨林、花子と杏お嬢様役で注目。ザックザック梅雨寒富士。httpwww. ザックザック COJP co、People. ニュース、2014万611、ペオ1兆4061億1083万1、N1、HTM2018 年1月20日閲覧。AB、高梨輪が、アンドガールモデルに、美しさの秘訣を明かす、コメント到着。モデルプレス。 https://mdpr.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュディテールスラッシュ16625772018年1月20日閲覧。いそうおさむ。AI スピーカーは一人一台に、今年のヒット商品予測を発表。日経トレンディネット。 http://trendy.nykkeibp.co.jp:/atcl/pickup:/15:/100849:/110201008:2018 年1月20日閲覧。下村あさみ。シンクのドレスが眩しい高梨林。今年のヒット人に選出され謙虚な女優魂。 のぞかせる。シネマトゥデー。https コロンスラッシュスラッシュ www.cinematoday.jp、e、スラッシュニューススラッシュ n00958582018 年1月20日閲覧。高梨林、今年のヒットに選出。ロングセラー人になれるように溶けつい。クランクイン。 http コロンスラッシュスラッシュ www.crank-in.net スラッシュエンターテインメントスラッシュニューススラッシュ525542018年1月20日閲覧。ab2018 年大河ドラマ西郷丼出演者発表。NHK ドラマトピックス。NHK2017 年4月12日閲覧。J1 裏は牧野智明と 女優、高梨凛が、結婚発表、牧野、幸せだと感じています。デイリースポーツオンライン、https www.daily.co.jp スラッシュシップスラッシュ2018スラッシュ01スラッシュ20スラッシュ0 0 1 9 1 3 6 1 6 s h t m l 2 0 1 8年1月20日閲覧。高梨林牧野が、 入籍都内の区役所に、婚姻届を提出。デイリースポーツオンライン、https://www.daily.co.jp/.gossip/.2018/.02/.10/.0010972907.shtml2018 年2月10日閲覧。牧野智明、高野市林と一億円ジュエリー披露宴。 サンスポー、コム、https、www.sanspo.com、サッカー、ニュース、2018万1226、ジャパン18兆1226億2204万11、N1、html2018 年12月26日、閲覧。ABCD 日刊現代2014年8月2日15面、高梨林。 このルールで、フルマラソンに初挑戦。元駅伝部の実力発揮か。テレビドガッチ。https コロンスラッシュスラッシュ dogatch.jp スラッシュニューススラッシュ tbs スラッシュ四八一八四スラッシュ dtel スラッシュ二零一八年一月二十日閲覧。高梨林。無事に完走しました。タイムは四時間五十分三十九秒でした。 インスタグラム、2018年1月20日閲覧。花庵の高梨林は、将棋があるデイリースポーツ2014年8月7日、いちご食べたい。オフィシャルブログ、ストローブリン。2014年5月3日閲覧。高梨林、4年ぶり連ドラ主演で、恋下手女子に、大人のラブコメで願望シーンも、ンタンウェブ。http 満タンウェブ .jp。 2 0 1 2017 02 18 2017, 7 0 2 1 8 2 0 1 7 2 1 7 0 0ル2億4万4千、c h t m l 2 0 1 7年2月18日閲覧山崎育三郎ドラマ初主演強烈キャラで結婚相談所所長役ヒロインは高梨林クランクイン http コロンスラッシュスラッシュ www.crank-in.net スラッシュエンターテインメントスラッシュニューススラッシュ5 0 0 3 2 2 0 1 7年6月2日閲覧。高梨林刑事ジゆがみ第4話ゲスト朝野忠信上木隆之介と初共演。オーコンニュースオリコン。2017年10月23日閲覧。野村周平。 10月期新ドラマ、結婚相手は抽選で、で主演に共演に、高梨林、大谷良平、すけ、津川真奈美ら。リアルサウンド。https r e a l s o u n d j p スラッシュムービースラッシュ2018スラッシュ07スラッシュ post-222953.html2019 年2月14日閲覧。 加藤茂明主演、犬神家の一族ヒロインは、高梨林、新しい玉代を演じられれば、映画ナタリー、https コロンスラッシュスラッシュナタリー .mu スラッシュ映画スラッシュニューススラッシュ3099292018年11月29日閲覧。はじこい、高梨林が、人気講師役で登場、不可境の強力なライバルに、満タンウェブ、https、 マンタンウェブドット JP アーティクル2019万212ドック00メートル2億7万 5000CHTML2019 年2月14日閲覧梅山富子高梨林漢字屋しほりの妹役に新ドラマディアペーシェント出演シネマトゥデイ https://www.cinematodai.jp スラッシュニューススラッシュ n01142602020 年2月23日閲覧。高梨凛、ドラマ未解決の女警視庁文書捜査官にゲスト出演。シネマトゲー。 https://www.cinematoday.jp スラッシュニューススラッシュ n011777382020 年8月4日閲覧。ドラマ<昔>、された側のブルー、高梨凛が不倫、されず間に、主人公の復讐に協力。コミックナタたり。 https://natalie.mu/.comic/.news/.4308462021 年6月3日閲覧。斎藤匠が高梨林にキスとかしてみますか種まく旅人予告編。映画ナタリー。 h t t p コロンスラッシュスラッシュナタリーーッミュュスラッシュ映画スラッシュニューススラッシュ1984182016年8月17日閲覧。い、チャンドン、バーニングがテレビ放送、吹き替えは、ガラホン時世、萩原正人高梨林、映画ナタリー、 https://nataly.mu/. 映画 /.news/.3102922018 ュュスス年12月30日閲覧。バラエティおもしろネタチェッカー2015年4月23日閲覧。高梨林、憧れの人、羽生ヨシ氏との2ショットに体感でき。ウォーカープラス。テンプレート、サイトウェブの呼び出し、エラー、引数アクセスデートは必須です。 中央労働金庫新着情報、ありがとうございます。